インターネットをご覧の皆様、こんにちは。おっさんですがヤングです。今日もネチケットに気をつけて頑張ります。キラリン今日は何のお話をすればいいんですか。ワイドショーでしょ分かってますよ、うん、専門テレビとネットの因果関係は。え、スタパー、パチテレ、サイトセブン、まあ、いろいろあったりとか、いわゆる専門チャンネル。専門チャンネルですね。プラス今ヤングさんがやっている YouTube、 前に比べるとだいぶ立場逆転してると思うんですよ。だいぶどころじゃないですよ。その辺でちょっと思うところあれば。思うところ、パチンコを取り扱う、パチンコをめぐるメディアの話っていうところからお話をさせてもらいますと、まず最初はもうもちろん紙ですよ、雑誌。パチンコ秘書ガイドで爆発的にパチンコ雑誌って認知広がって、まあ、マガとずっと売り上げをこう競ってやったりしてたんですけど、それ以前にもパチンコ雑誌ってまああったんですよ。大概まあエロ本系をやってるところが多くて、まあなんつうんですか、三流出版社ですね、うん、いやだって講談社や小学館から別にパチンコ雑誌出てないもん、新潮社とかね。ガイド以前にもあったんですよ。ただガイドっつうものがね、まあ、あの末井明っていうね、イカれたおじさんがパチンコ秘書ガイドって作って、写真時代が廃刊になっちゃったからね。そしてコンビニにおぎたらいいんじゃないかっていうので流通に革命が起きまして、んでパチンコ雑誌が爆発的に売れるようになったんです。だからガイド以前にも雑誌はあったんだけど、それはもう書店のみの取り扱いだったんだけど、それがもうコンビニで取り扱うようになって、もうそれこそもう毎後40万部とか、もうビル建ってんじゃないですか、あそこ。あれ全部パチンコ雑誌売って儲けた金で建ったビルですから、すごいですね。そうそうそう、すごいすごい。でまあしばらく雑誌の全盛期が続くんですよ。そんな中で、まあ、パチンコって90年代から液晶になりまして、それまではもう焼物とか、まあ、あってもデジタルもセグとかね、ピャッピャッピャッってなるだけで数字が揃って当たりだったのが、液晶表現っていうものがパチンコを取り入れて、それがどん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 進化していってっていう歴史がまずあって、最初4インチですよ、麻雀物語についてたの。それがどんどん面白いって人気があって、でどんどんみんな液晶がつくようになって、液晶までどんどんでっかくなっていった。それがもうどんどんゲーム性の中心に座ってきたわけ。玉の動きがとか釘がとかじゃなくて、もう絵が揃うか揃わんかっていう風にパチンコのゲーム性が変質していった時に、そうなった時にはもう紙では伝えきれないというか、紙しかない時は紙でやってたんだけど、だったらこれリーチアクションの説明とかも絵で見せた方が早いじゃんみたいに、だん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 なっていったわけで、そういう時に2000年、今から21年前にスカパーに専門チャンネル、ビッグチャンネルっていうのが立ち上がって、これはまあ業界史をベースにしたビジネスというかあれだったんですけど、最初は全然赤字だったので、僕はそのビッグチャンネルできて3ヶ月後からそこ出始めたんですけど、まあ、そうこうするうちに、そこが現ユニバですよね、当時アルゼって言ってましたけど、に買われて、そのビッグチャンネルやってた一派がアルゼに乗っ取られた後、リベンジとして全日本パチンコパチスロ情報局ってもう一個できたチャンネルが、それも全然パッとしなかったの。だから俺出てたけど、こんなもん金払って誰が見るんやって、そんな金あったらパチンコ打つやろ、パチンコ打ちはって思ってたんです。ただそれが、きっかけになったのが2002年の日韓ワールドカップ、あれで全試合ワールドカップを中継して見れるのはスカパーだけってなったから、スカパーの加入者がドンって底上げされたんですよ。でその時にパチテレはちょうどうまいことパックに入って、いろんなあんじゃん、日本映画専門チャンネルとかアニメ時代劇とか、その中にパチテレっていうのもあって、安く見れたの、パックに入れば。でその時に爆発的に伸びて、加入者が見てますよなんて言われるようになっちゃって、あ、見る人おるんやってだんだんなってきてたんです。まあ、そんな時代が長らく続いてて、2局でね。でそれとは同時にというか、当時もちょびっとだけあってビジネスとして成功していくのはもうちょっと後なんですけど、雑誌に付録の DVD として、まあ、それ以前にもあるんですよ、パチンコ必勝ガイドがあのビデオ出したりとかっていうのもあったんですけど、だんだんそれがなんか雑誌につくようになってくる。そうなってくるのが多分ね、2000年代0年代後半ぐらいかなと思うんですけど、2007年とかぐらいから雑誌にも DVD がつくようになってっていうので、まあ、結局パチンコのそういうゲーム性もあって、どんどん映像が中心になってくるんですよ。
でそうなったらライターっていうかね、もうライターでもないけど出る方の資質も変わってきて、とにかく最初は文章がうまかったりパチンコがうまかったりするとそのいわゆるライターさんになれたりしてたんですけど、どっちかっていうともうカメラの前でおもろいこと言える人とかで、もっとそれが先鋭化していくと、まあもう可愛い子ちゃん一択というか、どうせパチンコなんてねおっさんが打つもんですから多くね、それは出て説明してるの可愛い子ちゃんの方がええやろって、またねほんとこれ可愛い子付き合えるとちゃうかみたいに思うやつもまあ出てきて、まあまあねこっちとしてはねその女子ライターのまあその裏の部分も知ってるったりもするから、えこんな女と付き合いたいんやみたいな人もいたりもするんですけど、まあもちろんそれは男も一緒ですよ。パチンコパチスロのそういう出役関係に従事してるやつなんてろくなやつがいないんですから、まあ中は大体もう中身はもう大したことない本当ね、そんな人たちがやってるんですけど、そんな中テクノロジーの発展だよね。昔は動画を送るのも大変だったし、それがもう簡単に見れるようになったって、まあ、スマホの普及以降ですよね。 YouTube っていうジャンルがすごい伸びてきて、その中でもうパチンコを扱うものも出てきて、でそれをやったらもう爆発的になんか見る人が増えたみたいなことになってくるわけです。で当時っていうか今もですけど、パチテレ例えばの加入者が、パチテレはね加入者じゃなくて世帯なんですね。家に置くテレビにつなぐから、世帯が大体10万世帯って言われてて、まあ平均したらだからまあちゃんと見てて、まあ2、30万人ぐらいで、まあサイトセブンの方だって似たような状況ですよ。7万とか世帯が、まああっちネットの方が多いから携帯で見れる人が 4、5 万いたりするんですけど、まあ言うてもそれぐらい全部合わせたって、まあマーケットとしては多分50万もないぐらい、まあ見てる人がね、お金払って見てる人だから、それがタダで見られてっていうことで、一挙にその専門チャンネルなんか関係ないわどうでもええわって言ってる人が、あタダで見れるじゃんこれだったら見てみようかなみたいな人が何百万人も出てきたっていうことで、そのパチンコ関係にで演者って言ったら我々しかいなかったような状況だったんですよ、はっきり言って。で失われてから分かる話ですけど、その頃はまあ我が世の春って言ったらなんですけど、もうそこしかなかったから、そこで偉かったらまあ結構大御所とかね言われたり、人気なんかライターみたいな言われて営業とかもいっぱいやって、まあまあ潤ってたんですけど、それがもうほんの短い数年の間に一挙に YouTuber にまとめて抜かれ去ったっていうね、あれよあれよですよ、後からもうすごいらしいでみたいな、磯丸さんもすごいらしいでみたいな、どんどんなってくるわけですよ。ワンゲームすごいらしいでとかね、シーサさんがすごいらしいみたいなことになってきて、へーなんつってる間にもう向こうのがバンバン大金持ちになっていくみたいな、それをまあ我々は横目でこうやって、はあええー、なあ、あれわしらの方が先にやっとったのになみたいな感じで眺めてたわけですっていうような感じなんですけど、もういよいよっていうことで、まあ僕もねついに始めるようになってしまったっていう、やらんといけんなとは思ってたんですよ。でもやり方が分かんなかったから、ずっとどうやってやったらいいかなって、うん、今も探り探りですけどね、これがベストだと思ってないですよ。なんかわけのわからんね、本当杖親シャカラッシュに話しかけるようなよくわからないですけど、まあそんなこんなであっという間に抜き去られて、人気演者って言ったらもうそれは YouTuber のことですからね。だからスカパーね、輝いてたの、スカパーしかない時は、だから YouTube がバーってなった時にどんどんこっちがしみったれたしょぼいなんかね、まあ井戸の中ですよ、言ったら井の中の蛙って言いますけど、こっちがどん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 くすんでどんやりしてきたの。それはもう曲もあの何その加入者が減ってどん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 しみったれてきて、番組の数が減っていって、人気のない番組からパンパンパン、もうだるま落としみたいに下からガーンガーンってやられていってっていう、今真っ最中です。それが断言っつったらあれですけど、一つ言えることは、スカパーまあ今あるチャンネル2個ありますけど、近いうちに必ず潰れますから。でうちみたいなそこの制作をやってどうにかこうにかって言ってやってたところも、もう一挙に路頭に迷うことになるっていうね。だから本当、何もうスカパ終わりやで、もう本当未来なし、未来なし、もううちだってもう今番組1個切られたばっかりだから、ね、昨日や昨日本当。まあ変わり目っていろいろガタガタしますし、もうそのそういうもんじゃないですか、ハザカイキって。今まさにその真っ最中ということで、まあ、スカパーが終わろうとしてるよっていうね。
だからスカパーがね、本当始まってそのじゃあまあ何となく盛り上がってる時から死ぬまでを見届けることになるんやなって思ったら、特に自慢もできないけどすごいことやなって、それを見届けるっていうのはね、まあ、おそらく見届けることになると思いますから、ね、今や時代はね皆さんインターネットですよ。本当インターネット見た方がいいですよ皆さん。スカパー見てる場合じゃない。まあということで今日もですね、また意外なところから球が飛んできて、喋りたくもないことを喋らされたわけですけども、 YouTube やっていくしかないって思って始めたわけなんですよ。だから続けていきたいと思ってますよ。でなんとかこの会社ごと生き延びていきたい。すいません、突然どんよりしてきました。今回はこの辺でお別れしたいと思います。ありがとうございました。おじぎ。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。面白かったらいいねボタンもお願いします。社員一同の命運がかかっております。ぜひまた見てください。